エージョナックスは2003年から2015年にかけて日本、中国、韓国の3カ国の企業を中心にレッドハットエンタープライズリナックスをベースベースとして共同開発されたリナックス OS 及びその開発プロジェクトの名称である。2015年9月にエージョナックス開発プロジェクトは解散し、エージョナックスの商標は各国の企業が自国で保持している。 エージョナックスは、米国のレッドハットリナックス、欧州のスセリナックスと並ぶ、アジアを代表するリナックスディストリビューションを提供することを目的としていた。日本語、中国語、韓国語といったマルチバイト文字を扱う言語環境は世界的に見れば特殊な分野であり、これをコンピュータで適切に処理するのは困難な問題が存在した。エージョナックスの大きな特徴は、 これらの言語を標準でサポートすることであり、下記、参加企業の項目の通り、日本、中国、韓国、及びベトナム、タイ、スリランカにまたがる6つの企業によって、共同で開発が行われた。2003年12月にミラクルリナックス社、レッドフラッグ社の2社で、エージョナックスプロジェクトはスタートした。2004年10月に、反ソフト社が、プロジェクトに参加し、3社による、 共同開発を開始。2007年12月にエイジョナックス CEO を設立し、ベトソフトウェア社、ホテック社、エンタープライズテクノロジー社がエイジョナックスプロジェクトに参加し、ワールドワイドで製品名をエイジョナックスという名称で統一し各国で販売が行われた。日本国内ではミラクルリーナックス株式会社、 現サイバートラスト株式会社により2007年9月にエイジョナックスサーバー3イコールイコールミラクルリナックス V5 として出荷されている。その後エイジョナックスプロジェクト終了し2015年9月に解散した。なおエイジョナックスは日本においてサイバートラスト株式会社の登録商標である。ありがとうございます。